こんにちは、ノーセプション所属のサンドライトです。今回は初心者から上級者までのキルジョイ解説ということで、バラントを始めたばかりの人からバラントめっちゃやってる人まで見合った解説をしていきたいなと思います。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。で、次のステップなんですけど、初心者向け、中級者向け、上級者向けの3種類解説していきたいなと思います。まずは初心者の方から、まず第一にやるべきこととしてスキルの配置を覚えることですね。やっぱり始めたての時はどこに何を置けばいいかっていうのがわからないと思うので、一応概要欄の方に各マップのセットアップ貼っておいたので、よかったら見てください。まあ、例に例えると、こんな感じでアラームボット置いて、まぐれとかこんな入り口とかなんかいろいろ置いて、まあ、こんな感じで一般的に強いって言われてることをとりあえずやってください。これさえ分かっておけば、とりあえずまあランクマッチには参加できると思います。あとはそのセットアップを使ってみて、まあ、どんな感じかっていうのを手応えつかんでやってみるといいと思います。次に攻め側ですね。攻めの時は、まあ、基本的に裏タレットとか、例えばここですね、アセントだととか、裏身用のこうアラームボットとか置いたりして、まあ、裏警戒をすればいいんじゃないかなって思います。やっぱ一応最初の方は前に行くのがちょっと怖いとか難しいなって思ったら、基本的にもうなんか裏見とけば大丈夫です。で、なんかたまにちょっと前行きたいなってなったら、こう好きな時に覗いて行けばいいんじゃないかなと思います。で、グレとかの使い道は、まあ、基本的に、まあ、それこそまだわからないと思うので、このスパイク設置できた後にもこんな感じで適当に置いとくだけでもいいです。で、これの何が強いかっていうと、敵がこう解除しようとしてきた時にこう爆発させれば、こうやってダメージ食らって解除できなくなるのでめちゃくちゃ強いです。で、ウルトなんですけど、攻めの時はまあ、こうやって適当に使っちゃって大丈夫です。もうこれも結構、まあ、やってればだんだん、あ、ここがいいなとか、一応マップ見ればわかるので好きなように使ってみてください。次に中級者向けに解説していきたいなと思います。中級者に求められることは、基本的に守り方のバリエーションをめちゃくちゃ増やすことですね。それを何通りも持ってれば、簡単に言うと手札が多くなるので、結構使い勝手が良くなります。例えばこんな感じの配置をした時に、まあ、B ラッシュが来て、まあ、B を完全に止めれちゃいました。ってなった時に、次のラウンドどういう配置をするかってなった時に、やっぱこのタレットを置くよりかは、もう B ラッシュ来ないっていうの予想とかで、こうあえて情報を取る目的として置いて、まあ、こう敵を確認するっていうか、まあ来ない読みなんで、もうラッシュは来ないだろうっていう、こんな感じで配置をまあちゃんと区別して使っていくといいんじゃないかなと思います。あとはまあ例えば B 守ったから次 A 来そうだから A 行きますって感じで、こう A を守るといいんじゃないかなと思います。こんな感じで適当に。で、あとは、まあ、中級者あたりに結構間違いが多いんですけど、このスキルを一点に集中させないことですね。例えば A 中で守るときにこんな感じでタレットをまあこういまして、例えばですよ、これグレとか、まあ、こんな感じですね。適当にこれだと A メイン来ない限りキルできないんですよね。こんなこう A ショートも見れるわけじゃなくて、まあ、情報っていう面で全然取れないで、 A 来ても 100% 止まるわけでもないのに、まあ、こういうセットアップを毎ラウンドすると結構味方がやりづらくなったりするので、それには注意してください。なんでこういう時はアラームボットをメインじゃなくて A ショットを助ける感じに置いちゃってもいいです。ただなんか数ラウンドこうサイトなんかめちゃめちゃ強くするっていうのは結構強かったりするので、まあほどほどにやってみてください。次に攻めなんですけど、ラークを覚えましょう。で、ラークが何なのかっていうと、ラークとは本線と基本的に逆とか他のところに行って、まあ、敵の意表をついたり攻撃したり、まあ情報を取ったり、それこそポジションを取ったりして、味方がアクションかけてるからこそそのタイミングで他のエリアを取りに行くっていうのが、まあ、結構難しいあれになっちゃったんですけど、このラークを覚えることが大事になってきます。これはキルジョイじゃなくてもセンチネル使うにあたって本当に大事なことになっていくので、ラークチャレンジしてみてください。で、まあアセントの例えなんですけど、まあ、味方が A 行ってる時に、まあ、B メインタレットで、 B メインがどんな感じかっていう情報と、まあ、基本的にアセント相場いるんで、こう離婚とか来たらすぐ壊して、で、すぐ壊すと相場の人からしたら夢に何人いるんだろうってなったりして、すぐドローンとか使ってまあ索敵してきます。で、そのドローンもまたまたすぐ壊せれば、敵からしたら全く情報が取れなくて守りづらくなるので、こういう感じで、まあ、情報を取らせないことだったり、逆にあえて B 面を開けて敵がなんか B 開けたタイミングで、まあそれこそこう開いたタイミングでこう入って、まあ、エリアを取る。で、ここでもし待ってるやつが
で、を倒せたら、もう B 焼きなんで、もうキルジョイだったらこうやって、トカレットを置きまくって、グレとか適当に、こんな感じで要塞化作って、って感じですね。こういう動きが中級者には求められます。で次に上級者向けですね。一応キルジョイの徹底解説の方でまとめてお話はしてるので、よかったらそっちの方も見てください。で今回は簡単に説明したいと思います。で守りにおいてなんですけど、キルジョイで守ってないで詰めることですね。でこれは何なのかっていうと、例えば人数不利、こっちが人数不利で、まあ、情報が取れてない状態とか、この敵がエミンなんかいるっていう情報があったら、二人くらいいるってなったら、B なんてなんか詰め待ちとか、それこそラークとか余ってるだけなので、予想とかでこうどんどん動いてもいいし、この味方のボイスチャットの情報をもとにこう行けそうだったらこう裏取ったりして、これを早めに行うことで、例えば B で守ってたらこういなかった瞬間 VC で A ってことを報告できて、まあ味方がサイト防衛綺麗にできるって感じですね。こういう動きを中盤とか終盤に行う必要があるので、この動きが簡単にできるようになったら、まあ、ぶっちゃけレディアントまでどのキャラでも一瞬でいけちゃいますってくらい本当に大事な要素になってきます。で他にももう一つ、相手のウルト状況だったり傾向を見てセットアップを決めます。でこれ中級者とは違う点で、まあ、それこそ例えば相手に KO ウルトがあるときは、それこそグレだけこんな感じで適当に置いて A 行ったりしてもいいし、それこそさっきも言ったんですけど、 B ラッシュ止めたから、あこれ B 来ないなっていう読みで、まあ、それこそタレットおかずにこう開幕ソバリコンとかここにもらって、いなかったらもうこうやって詰めるとか、そんな感じですね。相手のウルトがめちゃくちゃあるってことはやっぱ守りは不利になっちゃうんで、その分だけここでどういうプレイングをするかっていうのが本当に大事になってきます。やってれば、まあ、なんとなく分かってくるので、これは忘れずに無意識にできるようになったら、セットアップも遅れずにできるのでいいんじゃないかなって思います。最後にキルジョイでやってはいけないことを3つ紹介していきたいなと思います。まず1つ目は開幕ファーストデスですね。これは開幕ファーストデスしちゃダメっていうよりかは、なんとなくキル狙いにでデスするっていうことがダメですね。で例えばなんですけど、こう B メイン普通になんかこのラウンド詰めようみたいな感じで行って死ぬのは本当に良くないです。ただなんかそれこそさっきのラウンドラッシュ来て B 来なさそうだから行ってみようとか、そういうなんか考えを持つだけで本当に変わってきます。であとキルジョイはやっぱりタレットとかがあるので、こうやってタレットを置いて、それこそこういうタレットのカバーをもらいながら詰めたり、必ずスキルを生かしたプレイングをしてください。これやっぱどのキャラでも大事になってきます。二つ目にスキルの置き忘れ、スキルを使わないことですね。守りとかなんですけど、こうタレットとかランボットとか持ってるのに使わずに思っちゃうと、バロラントをやってる意味がないので、それはちゃんと全部のスキル、グレは最低でも一個は置くようにしましょう。でもし例えばなんですけど、こうフルアーマーバンダルだとスキルが足りないなってなった時は、必ずライトにしてスキルは買うようにしてください。守りの時はスキルが置けないと、やっぱその分守りづらくなるので味方が困ったりするので、本当にそれだけ注意してください。で3つ目として、スキルを一箇所に集中させてしまうことですね。先ほども言ったんですけど、やっぱこんな感じでなんかもう大量にこう置いちゃうと味方が困るので、これ B メインしか見れてないので、ミッドがガラ空きになったり、センチネルなのに全然機能をしてないってことになるので、こういうセットアップは12ラウンド中 1,2 ラウンドくらいでいいと思います。こんな感じでキルジョイの解説の方終わりたいと思います。一応キルジョイは本当に初心者にとってやりやすいキャラクターでもあって、ランクも結構簡単に上げれるキャラクターになってるので、よかったら使ってみてください。あと最後にチャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴の方ありがとうございました。